イングランド2部コベントリー、シティの坂本達弘、今シーズン7点目のゴールを決める。左サイドから送られたクロスのこぼれ球を拾うと、寄せてきた相手との間に体を入れてキープ。中央に持ち出し、左足のシュートを決め、コンチナのゴール目となる先制点をマークした。